ではよろしくお願いいたします。最近の報道ではですね、習近平さんの2期5年というのがこの事実上なくなるとか、あるいはロシアのプーチン大統領もすでに、十何年、ずっとリーダーをやっていると、トランプさんは1期目ですけれども、その世界のリーダーがですね、一つのキーワードとして力というものが、本当の、パワーですね、前面に出てくるようなリーダーが三権というか、かなり大国の中で、増えてきているという印象がありますけれども、そのことに対して、日本としてどう対処していったらいいかという、どうお付き合いしていくということですね、どのように考えておられるか。冷戦が1989年にですね、ドイツの、ベルリンの壁が壊れて、それから新しい世界に入ってきたんですけども、その冷戦の時期の混乱期を経てですね、ポスト冷戦期という、ひょっとしたらポスト冷戦期と呼ばれるようなことになるかもしれませんけども、やっぱり世界が非常に液状化していってですね、よくイアン・ブレマーという高名な政治学者、アメリカの政治学者がですね、G0 の世界と、本当に重心っていうのがなくなったっていうのは、もちろんアメリカが唯一の超大国ではありますけどもですね、アメリカもご存知のようにトランプさんの登場によってですね、大変内向きになっていってる。その中で世界をもう警察官の役目なんてとても担えない、非常にそういうパワーの空撃といいますか、感激を縫うような形でですね、かつての本当に古い形での、要するに、皇帝的なですね、パワーの持ち主というのがですね、それが大国ロシア、それから中国というような2つのですね、大変大きな国で、アメリカに、これをすぐ取って代わるってことはないとは思うんですけども、この2つの国がですね、強大な力をつけて世界のやっぱり主役にもう一回躍り出ようとしているっていう、そのところで、彼らの威信とですね、ナショナリズムっていうのが、一緒になった形で、あのようなですね、少し今のからと古いような形のですね、力っていうのを前面に、押し出した形とリーダーっていうのがですね、続いていくと、この習近平さんにしても、今プーチンさんにしても、トルコなんかもエルドアンさんもそうですけどですね、ちょっと前にはなかなか出られなかったリーダーっていうのがですね、今前面に出てきているという、大変難しい状況に入って、今浅田さんおっしゃっている日本もまさに日米関係、日露、日中ってところでですね、大変相手側の強大な力を持つ、まさにそのマッチョ型のリーダーとですね、付き合っていかなくちゃいけない、難しい時代に入ったなというふうに実感しております。今おっしゃいましたように、そのやっぱりこうG0 になって、そこからまた次にっていうことで、それぞれの国が、結果として、あるいは必然的にそうした人を選んできてるっていうこと。そうだと思いますね、そういうことだろうと思いますね。やはりリーダーっていうのは、どういう人もやっぱり民主的な手続き、ロシアでもですね、大統領選挙ということを通して、これがいろんなことがささやかれたりはしますけどもですね、やはり、プーチンさんに一極集中するような形、それから習近平さんにしてもですね、任期を撤廃して、まさにこれは習近平の一強政治と、日本も安倍一強政治と言われることもありますけど、少しやっぱり質はかなり違うだろうというふうに、やっぱりそういう強権支配的なですね、構造っていうのが、中ロというところで強まってるっていうのは、私たちにとっては大変大きな懸念材料にならざるを得ないというふうに私は考えます。ありがとうございました。